お待たせいたしました。ただいまより同志社グリークラブ創立100周年記念レインボーコネクションフェスティバルを開演いたします。同志社グリークラブ100年の歩みを振り返りながら当時の演奏曲目をお送りいたします。
それでは昭和37年までの卒業生によるゴールドメンバーによりますステージです。演奏曲目は見漆し荒ずば、望みの島、浮世の旅路、心のおごとに、以上4曲を昭和36年卒業森本清の指揮、堀内大学作詞、清水修作曲、男性合唱組曲月光とピエロより、秋のピエロ、ピエロ、月光とピエロとピエレッタの唐草模様、山形地方民謡より最上川舟歌、以上4曲を昭和27年卒業日下部義彦の指揮でお送りいたします。ありがとうございます。この年代が一番幅広いんで、昭和37年以前ですから、ね、どこまで以前かっていうと数えようがない。今年は100年ですから、まさか100年前の人はいないと思いますけど、非常に、長い年代ということで、ここのゴールドだけ特権を得まして、ちょっと時間をたくさんいただきました。そして私がつまらないお話をしながら演奏をするということにいたします。日下部でございます。今言いましたように、本当に年代もですね、非常に幅広いって言っても下の加減がありますから、何歳以上っていうのは大体60歳以上ですかね。そうでも65歳以上、こういうことです。これが今の日本の縮図と言ってもいいと思うんですが、そういう合唱団なんです。でこの中でですね、この今ステージに乗ってらっしゃる方の中で最高齢というのは長嶋さんかな、そうですかね。はい、長嶋さん。長嶋です。何年卒ですか？24年卒です。80歳です。あ、すごい。そういうことです。そして最年少というか一番若い人の代表、ちょっと今隠れて見えないんだけど、昭和37年の卒業でですね、浅井さん。おお、ちょっと話聞きますよ。あなたはもう今もうどこ行っても浅井先生と呼ばれる人ですけれど、ここへ来ると全然ダメね。呼ばれておりませんけれども、もう全くダメ。世の中で ここに来るほど恐ろしいことはもうね、今もう一番後ろで小さくなってたけどね。そこでなくても小さい方がね。いやいやいや。で、音を取ってくださる長谷川先輩に私が入った時に教えていただきましてね、オーダーを組んで並んだ時に隣にいて、こう歌えと教えていただいたのが長谷川先輩なんです。あの人ね、あの人は優しかった。いや、この頃も優しいんですけど、当時は優しくない。ご自分は絶対歌わないでね、僕ずっと歌わせてくださるっていうか、もう歌わすわけですよ、ずっと。で僕が息をポッと吸うであろうと思った瞬間だけスッと歌ってくださって、またあと僕が息をつく歌いだしたらずーっとサボってらっしゃる。でこれまた後で怒られるんですけど、ね、そうですか。でもそういうきっかけを与えて歌いやすくしてくれる、はいはい、そういうこと、優しい人ですね。はい、はい、ありがとうございました。でもう一人だけ紹介いたします。この方は紹介しないとこの後指揮をしていただくんですが、森本義雄先生という先生が、私たち戦後入りましたグリークラブに入った時に、大先生でいらしたんですね。森本義雄先生、皆さんお名前を存じと思いますけれど、その森本義雄先生の息子さん、長男から次男から三男三男の森本清さん、
お父さんはどんな人でした？あまりよく覚えてないですけどね。ということは中学の1年生まで一緒に過ごしました。でもその頃から練習に連れてってくれたりということで、今でいうところの幼児教育、小学校の頃から混声合唱なんかの練習よく連れてってくれました。ああそう、お父さんの薫陶を得て今あなた今日あるわけですね。でお父さんのあだ名というかニックネーム知ってました？お化けという。ああそうなんですよ、お化けって言ってたんですよ。お化け、なんでお化けって言ったか覚えてます？髪の毛が長くて、風が吹くとこう風あ吹くと戻るのかな、とにかく柳がこう垂れてるように、髪の毛が垂れてるということで、それでお化けだというふうに聞かされておりましたけどね。風貌がそうだったということと、それからもう一つ付け加えると、指揮をする格好がこうやってこうやって、いやあなたは似てないよね。まあそういうことでお化けお化けなんて我々呼んで、本当に偉い先生だったんですけども、そういう先生がずっと私たちを指導してくださいました。でその三男、森本清さんがまず今日指揮いたします。指揮します曲はまず「見漆やらずば」詩編102番ですね。そしてその次の「希望の島」「望みの島」ですけど、これは少し前に朝日新聞の夕刊に出てたので、それをご覧になった方もあるかと思いますけれども、非常に我々としては思い出深いといいますか、それは我々戦後の入学のものだけじゃなくて、むしろ戦前のあるいは戦中のといいますかね、そういった方々にとってとっても、意義深い思い出深いそういう曲です。どういうことかといいますと、戦中というのはもうご存じの通り全く絶望の時代でありました。望みも何にもないそういう絶望の時代にこの歌を歌って、わずかに希望をつないでいたというのがこの望みの島です。それを今日2曲目に歌っていただいて、そしてその後賛美歌2曲、この賛美歌2曲もですね、その頃戦前になるでしょうか、いわゆる満州とかあるいは朝鮮、それから台湾、そういったところに、演奏旅行にグリークラブ、我々の大先輩ですが出かけました。そういうところで必ず歌った賛美歌がこれから歌われます。3曲目と4曲目の賛美歌です。そういった曲を集めて4曲、はい、それじゃあ指揮してください。どうぞ。Oh.
ターは私が指揮をさせていただきます、戦後になります。これから歌います、まず歌います月光とピエロの、組曲ですね、男性合唱組曲ですが、これはもう今や全国、この曲を知らない人がないくらい男性合唱の、スタンダードナンバーになっている曲ですが、これが最初に登場したのは昭和23年です。昭和23年、1948年ですね。この5曲からなるんですけども、全部がいっぺんに出たんじゃなくて、その第2曲目のいわゆる秋のピエロ、秋のピエロっていうのだけがまずできました。これは清水修さんの作曲ですね。これだけができたというのは、この曲がその昭和23年の、全国合唱コンクール、合唱連盟が今でもやってますが、全国コンクールの課題曲になりました。というわけでこの曲をみんなが歌ったわけですね。この秋のピエロ一番有名です。で、実はちょっとこれはエピソードがありまして、同志社グリーンがこれを歌って全国大会まで行きまして、昭和23年の11月に、東京神田の共立講堂というところでこれを歌いました。まあ関西からは代表になっていったわけですね。で、歌ったんですが、その頃は学生の部っていうのがありまして、つまり大学とそれから高校も一緒だったんですね。今は大学の部全部分かれてるんですけど、学生の部で当然我々が1位に優勝するだろうと思ってたところが見事に落ちまして2位になりました。2位で1位になったところどこだったかというと、福岡の福岡女子高校、女子高校生に負けたんです。これは本当にもう屈辱的な瞬間でありましたが、その時に指揮をされたのが先ほど話しました森本清さんのお父さん、森本義夫さんでありました。この方が指揮をして見事2位になったわけですね。なんで2位になったか、そのわけ、その訳の一つはですね、これから歌いますけど、秋のピエロの中の真ん中の辺でですね、月のようなるお白いの顔は涙を流すなという部分があります。ここのところは本当に綺麗なハーモニーが聞こえてピアノで歌うんですね、小さく。ところが森本義夫先生という方は、あの方がかなり極端な方で、もうピアニッシモっていうと、もう我々がどんなに小さく歌っててもイエーッとこうやりまして、それがちょっとお化けみたいになることなんですけど、イエーッとこうやるんですね。とみんなも歌ってる 人たちがビビってしまって声出ない、声出ない。だからピアニッシュ P が4つぐらいついて、さらにあと2つぐらいですから、審査員がちょうどその真ん中辺にいましたんですが、審査員席まで届かなかった。審査員が全く聞こえなかった、こういうことがありました。その時の審査員、私も今でも覚えて、私はフレッシュマンで乗っていましたけれども、舞台に、堀内恵三とかですね、あ、近衛秀麿、それから堀内恵三、それからどんな人いたかな、とにかく偉い人がもういっぱいいました。さあ津川秀一もいましたね。他にいっぱい、とにかくその頃のもう大建物といいますかね、偉いもう音楽家がみんな並んでいました。その人たちに聞こえなかったわけですね。という名演奏をして2位になったというのが、これから歌います1曲目の秋のピエロ。それから2曲目に歌いますピエロって歌います。これは組曲の中では3曲目になるんですけども、これは実はもう少し後で昭和31年、1956年になりますね。昭和31年に、これは実は私が関係するんですけれども、OB で作りましたクローバークラブという男性合唱団を作りました。昭和29年に作ったと。確か長嶋さんその方ですね。で、それでそれが、また関西代表になりまして全国に行って、で全国大会で見事これは1位優勝した時の曲がこのピエロであります。で、これからじゃあ歌いますのはその秋のピエロ、そして、ピエロで、この組曲の一番最終終曲になりますけれども、月光とピエロとピエレットの唐草模様という、終局になります。この3曲を続けて演奏いたします。
Oh.
昔はこれをレパートリーとして歌っておりましたけど、今日ここへ来た人は何十年も歌ってない人がたくさんいます。それでしかも合わせることがほとんどできなくて、さっき駆けつけたなんていう人もこの中に乗ってるわけですね。でさっき私さっきじゃない昨日か、の練習するときにいくつか約束事をしました。ここは止める、ここはリタールダン止める、こちらを見てってやって、もしも飛び出したら、即座に1万円罰金取ると、こういうことにしましてやりました。で今日罰金覚悟でみんな出てきたんですね。ところが見事にこれ罰金なかったね。これちょっと当てが外れて残念なんですけど、罰金がありませんでした。さて、まあこんなふうに、まあ、コンクールというものが、まあ、我々、OB のクローバークラブを含めて大きな行事になっていましたが、同時にクローバークラブの場合ですけれども、毎年の定期演奏会とか、そういう時に新しい曲をいろんな作曲家に移植して、初演をしてまいりました。まあ、これも、まあ、合唱会の中では一つの、まあ、実績になるし、また合唱会に貢献できたことになるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、その中でこれから歌います最上川舟唄、この歌も曲ももう今や、全国ラモ男性合唱のスタンダードナンバーのみならず混声合唱に編曲されてでもやられていますけれども、この最上川舟唄も実はそのクローバークラブが初演した曲です。で、清水修先生にお願いして、この時は同時にあと2曲日本の民謡を主題とした3曲の組曲にしていただきました。そのうちの1曲、この最上川舟唄が一番今ポピュラーになって、もうどなたにでも歌っていただいていると、こういう曲になっています。ただ私あちこちでこの最近言ってるんですけど、学生、まあ、ロシアグリーンもそうかもしれないけど、学生さんのグリークラブが歌っている最上川舟唄っていうのは私聞いてまして、いつもね不満なんですね。どこが不満かっていうと、まずテンポなんです。テンポが速すぎる。えんや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 えっとよいさんのまばしょって、こういう感じでやってるんですね。で日本の労働家っていうのはそんなテンポで労働されるものはほとんどありません。例外はあるけど、もっとのんびりしたね、テンポはのんびりしてるだけどエネルギーがものすごく入るという、そういう曲なんです。なのに残念ながらこの最上川舟唄が今全国で歌われているのを聞いてますと、ほとんどがテンポが速すぎる。今日はそれをですね、成長最上川舟唄でやります